こんにちは、どうも、ボッカンドと申します。本日もウィニングイレブン2018マイクラ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、セカンドスカッドにやってまいりました。今日はね、このスカッドを使ってやっていきたいと思います。ちょっとね、まあ、昨日作ったスカッドと少しだけ変えました。まあ、アンディ・キャロルをね、まあ、センターフォワードに抜擢したり、まあ、サパタをベンチに入れたり、ホン・ジョンホクをね、まあ、韓国人、ディフェンダーをね、入れたりと、まあ、いろいろ変えたんですけれども、まあ、このメンツでね、今日はやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手もね結構レジェンド尽くしですね。相手結構さあ、行こうと思うのですが、チームはこんな感じ、ちょっと良くないなどうしよう。あ、こうしますか。とりあえずね、センターフォワードでロカテッリ、ここビッツェルはディフェンシブミッドフィルダーが、まあ、ディフェンシブミッドフィルダー1人あった方がいいかなと思うんですよね。サパタ使いましょう。ちょっとこのね、なかなかこの顔がね止めてくれるような気するんですよはい、それじゃあ行きますか。 GO。 皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。バイエルンミュンヘン VS ボカンとゲームチャンネルセカンドアルゼンチン、舞台はコナミスタジアムということで、やっていきたいと思います。まあね、今回の趣旨としてはね、まあ、マラドーナを使って、まあ、どこまでね、できるかと、まあ、マラドーナの使用感をね、おっとびっくり。今日はスティーブン・ジェラードが出場しているんですが、まあジェラードといえば北澤さん、やはり、ああしんどいしんどい。チャンピオンズリーグ決勝の、待ってよ、イスタンブールの奇跡の立役者ですよね。あ、そうなんや、ジェラードって。残る大逆転劇ですよね。そうですね。ああ、ちょっと。あのトロフィーを掲げている姿がとても印象に残っています。そうですね。あの試合は、うわい、まずい。ちょっと危なかった。先制点も彼のヘディングですね。さあ。ですね、決して諦めない。イスタンブールの奇跡ね、あの辺ね、非常にね、マドリーで、ね、いつも、なんだろう、調子悪かったというか、まあ、欧州の舞台で全然ね、振るわなかったんですよね。ですから、それすごい覚えてます。そうですね、適度に攻撃に変化、いけるか、ダメだね。まあ、10人の、マラドーナと10人の仲間たちみたいなね。OK! マラドーナ、ちょっと取られました取られました。おお、ちょっと怖えな、それ。大丈夫か。 OK、 あ、手よ、なんか完全にかぶってましたけど、あいつ大丈夫取れる、取れない。いやー、オッケー。さあ、どうだこれ。ダメか。いや、どうでしょう。そうですね、簡単に言ってしまえば監督のコンセプトと相性がいいかですよね。こんなこともゲームで言っちゃうんですねこの実況、こんなことも言っちゃうんですね。コンセプトアレンジって何なんでしょうみたいな。びっくりだ。チーム内の連携が相手よりも円滑ということで。あ、やばいなこれ。よし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 。さあ、マラドーナどこ？あ、真ん中か。よしよし。さあ来た。いや、ダメだ。相手の選手がいい。でブライネだ。大丈夫か。おい、ちょっとね。よいしょ。マラドーナ。オッケーオッケー。ベイルナイス。さあ来い。もう一回。両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。いや、ダメだ、取れないわ。さあ左へ預けてカウンターを仕掛けます。いや怖えな。スペースへ出す。なんせね、相手結構ねチーム力高いんでね、そこが怖いところ。おい、抜けてくる。いけるか。そっち、ちょっと、いやちょっと力入れすぎたわ。あの28番にね、ちょうど行くボールを蹴ったつもりやってんけど、全然あれやったな。どうする。相手をマラドーナ使ってくるということでね、あんまりね、なんか使用した感じは今のところね、何もないですね。おっと、さあ上がる。いってんやん。あ、外した。あ、びっくりした。オッケーオッケー。まあ、勝てるかなこのボールで。どうだろう。あ、ピケか、でかい。取れる、ナイス。イニエスタ、よし、いいよ。これはつながりません。ダメです。お、取った。ジェルマン。ジェルマン。おい。
オッケー、手をマラドーナ、よしマラドーナからジェルマン、んダメか、イニエスタ、あちょっとこれパスは悪かったな、ギリギリクリアという感じですよね。さあ取れる、取れない、取れないな、これよいしょ、取ったぞ、これビッツェルや、マラドーナによう似てんねんけどな、お、ナイス、いやいやこれ今マラドーナ全然絡んでないっすね、これはちょっと絡んでない、マラドーナちょっとビッツェル邪魔やな、なんかマラドーナとすんごい似てるんやけど、おい、さあマラドーナ、よいしょ、そうですね、出してと受けての、ちょっとセンターフォワードな、なんせちょっといい金玉の選手とか欲しかったけどな、ジェズスぐらいは欲しかったなっていう感じじゃないけどね、一旦主導権を握った形になりますけど、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。うん、上げてくるとマラドーナと住民だな、なんかそんなチーム名の人いましたよね、ランダー気味で狙っていった方がいいかもしれませんね、これビッツェル、ビッツェルちょっとね、ビッツェル身長高そうな顔してるからね、手をさあどうする、イニエスタに渡る、マラドーナどこ行って、おった、ビッツェルからマラドーナ抜けてくる、来てる、よいしょ、ナイス、いいっすねマラドーナ、これなんか、あなんかあれあんのかな、ありました、あ、こんなんすんの、はあ、なるほどね、ちょっとゴールパフォーマンスみたいなマラドーナあるんですね、あんな、さすが神です、キレキレでしたね、そうですね、なんだあれ、え、実はねこれ初めてやる試合じゃないんですけど、はい、何試合かやった感じで言うと、実はマラドーナ、このチームがなんかやりにくすぎていまいちよくわからないという、ね、結論に実は至っております、はあ、危ない危ない、これは素晴らしい反応でした、ちょっとね、マラドーナドリブルはね確かにまあやりやすいんですけど、他の面ではどうだろうなという感じで、ロナウジーニョとまあ比べるとロナウジーニョの方が僕にはなんか合ってそうな感じでしたね、なんかちょっとね身長がね、あ、どうだろう、低くて、まあ、まあメッシみたいなもんですからね、マラドーナってちょっとマラドーナだいぶ多分似てると思うんですけど、おー危ねえ、レイル、あーあああ出した、あ、マイボですねこれは、でここまで監督の、お、ビッツェル体強いね、監督のね、いい監督、いわゆる総合値の高い選手をたくさん使える監督、ああやられたっていうのが、うん、使えなかったんで、なんていうかね、ベンチにまで選手をね配置できないというね、はい、ということで前半終了2対1、まあ、後半このままいきましょう、特にね変えるとこないんですよね、変えれないんです、使うとねこれ変えようと思ったら、まあこの辺かロカテッリかみたいなところですからね、まあこのままいきたいと思います、それではいきましょう、はい、それでは後半戦のやっていきたいと思います、さあマラドーナにねとにかくボールを回してたくさん使っていこうか、いい部分が出てましたよね、後半もさらに仕掛けてくるでしょうね、オッケー、そう、第2エスター、マラドーナ来た、こっち、さあセカンドハーフゲームはスタートしています、右足かい右に持ち替えてしまった、自分で切り込みシュートに持ち込んだ、ショートコーナーでやりたい、あ、どうやろう、まあ、マラドーナ、あ、これでいこう、シュートまで行かれてしまいますよね、どうだこのクロス、クロスクロスじゃない、手を手をうまっ、え、何こいつうまくない、手を、いや強いな、手を、あ、そうか、確か、一応ね、左サイドバックでは、若手選手の中ではね、一番ね、まあ、上限レベルが高いんですよね、まあ、一番高いというか、まあ、若手の中ではかなり強い、強いというか、ちょっと失敗、そう、強いね、2点差にリードを広げてリスタートです、大阪としては、まあ、プラン通りといったところでしょうかね、取る、今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね、さあ、来い。ジェルマン、カウンターを仕掛けていきます、しっかり同じように見られてました、さあ手を使います、オッケー、本情報、ドナウジーニョ、いやまずいな、よいしょ、サパター、へへパスしちゃった、ドナウジーニョからサイドのスペース、あ、まずいまずい、さあカウンターのチャンス、危ない、やっと外してくれた、これはわずかに
だいたいねクライフって14番でしょ、なんかミスター14番みたいなのがね脳裏にありますけど、そうですね、あーちょっとクリスのパス回しは相手のプレスに注意しなければいけませんよね。あの砂時計のマークが出てるのに、まあ、急に止まりましたね。OK、イエスタ戻す、マラドーナはイエスタサイドを使う、ちょっといけるか、イエスタに戻して、あーごめん、スルーパスを出す、よし、しかしさあマラドーナどこだ、見えない、マラドーナが、おい、やられた、やばいやばい、おいし、なんかマークついてない、大丈夫、おお、スルーパスを出す、まずいですねこれ、裏へのスルーパス、まずいですね、シュート、いやー外してくれた、また外してくれた、ヨハン・クライフめちゃめちゃ優しい、大阪、今のは一転して逆に危なかったですね。いやうちも変える、なんか変えたいけど変えられへんみたいな、マラドーナちょっとスタミナ減りすぎやからな、ちょっと使いすぎてるか、さらに求められるでしょうね。いやマラドーナもいいけど、とりあえずねもう一個、実は僕アカウントあるんですよね、サードスカアカウント3つアカウントあるんですよ。確かにウィーレ2017の時にベス入れのガチャがあって、まあ、そのガチャの時に1人だけね金玉選手おったんですよね、それがダニエル・アーベスなんですけれども、で、まあ、そのダニエル・アーベス取ってしまったら、ね、結構まあネタ的な感じで入れてきたのか分かんないですけどね、結構まあね、アウベスが当たった人もいますね、あれちょっと悲惨なんでね、あのサブアカウントね、まあ、これをそれを見て作ったんですよね僕、でサブアカウント作って、でサードアカウントみたいなのは一応作ってねっていう感じなんですけどね、まあ、ベス入れたくさん引けるんでね、ロナウド引けたらいいなと思ったんですけど一人も引けなかったですね確かね。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん、大阪としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね、取れなかった、今は守備に集中して、いやちょっと隙があったらゴールを狙っていくスタンス、もうちょっとマラドーナにねボールを集めたい、集めたいというかもうちょっとねタッチさせたい、抜けてくる、使いたい、さあボールはムハンマドサラーへ、さあフラッグは上がって、もうちょっとドリブルして、あーガウンシュ、おい決めたミュンヘン、このね連携の浅さが出ましたね、ミュンヘンこれで1点差まで詰め寄りました、そっちでねまあサードアカウントで、あの選手を出したいな、いいシュートでしたね、焦らず落ち着いてロベカル頭で決めてきましたからね、まあね、いやちょっと危ねえ、よいしょ、今の形すごく良かったですね、これを繰り返せばいいと思いますね、マラドーナとにかく前へ、ちょっとスタミナ減りすぎでしょ、これでもねカウンターターゲットついてるんですよ、ジェラードこのボールをカットしますカウンターターゲットついてんねんけど、これこの低落、メッシー走るな、もうマラドーナ走るな走るな、ロイス危ない、ロイスからメッシ、オッケー、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、いや決定もこれは決まりませんでした、いやシュートの前のパスなんですけどね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、危ないプレーだったと思いますね、やばい、相手の速いカウンターこれをなんとかしのぎました、そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてるとこそ相手はカウンターを準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですね、簡単にクロス上げてみます、クロスが上がる、オッケー、イニエスタに太田、ここはすぐ奪い返します、大阪また中央へ、いけるなこれマラドーナ、いいよ、さあマラドーナクロス、よいしょ、ダメ、イニエスタ、イニエスタ勝てる勝てる、大丈夫、ダメ、どうする、うわ取られた、ボアテンがさすがに強いな、あやばいやばい、メッシが出てきてるわ、怒ってるんか、あーごめん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 、あぶない、あそこちょっとしっかりして、絶対ちょっとカーブ出そうな感じだけどね、今エリア付近のドリブルに対してディフェンスの仕方が難しくなってくるんですね、蹴ってからか、直接おい、ポストの左です、入ったか思った今、それぐらい精度高そうやったな、さあ行きましょう、ジェルマンか、これは通しません、あやばいな、サイドのスペースへ走らせる、スルーパスを出す、危ない、怖っ、いいとこまで行ったんですけどね、マラドーナスタミナもなくなりました、まだ時間なくなったけど帰れない、ここ一旦落ち着きたいとこですよね、はい、ちょっとうわよいしょ、あーダメー、取れそう、取った、さあマラドーナ、いやちょっとミスったパスはそんな上手くないんかな、ね、
かりと切り替えたいとこですよね。やばい、絶望的なぐらいみんなスタミナがない。なんでやろう。イニエスタ、大阪、あと少しの辛抱です。ハイエンドホイッスルまで北澤さん集中していきたいところですね。そうですね、自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。こういう時は広く使っていきたいですね。このまま終われば見事ですけどもね。チャンスだ。あー、ダメか。オッケーオッケー、サパタサパタ、オッケー、ダメだ。え、何これ。おい、スタミナなさすぎておかしになったか、みんな。おい、大阪としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね。さあ、あ、終わった。だから6にマラドナ使ってない気もするけどね。まあマラドナね、とりあえず使ってゴールは入ったんで、それはそれでよかったかな。いやー、しかしね、ちょっとこのアカウントやっぱりね、もうちょっといいガチャ回した方が良かったかな。まあこの見切り発車でね、まあガチャ回していったわけなんですけどね。ありがとうございます。センターフォワードがとにかく揃わなかったという点、そこがね、もうこのジェルマンという選手を使っていると、この選手を使っている人いるんかいうぐらいで、サブやったらあれかな。そういえばなんか、どうもありがとうございました。なんだ、劣化版マラドーナと、あと、誰でしたっけ、あれ、ボルトか。ボルトって受け取れないんですね。まあ、よう考えたら、折れへんからね。どうだろう、なんか、まあ、使ってみて初めて思ったんですけど、メインに、マラドーナいらないかもしれないですね、これ。ちょっと、ディエゴ・マラドーナね、前取るってちょっと宣言したんですけどね。必要ないかな。なんか そこまで言うほど強くなかったんで、それやったらね、メッシ、どうせやったらメッシ取った方がいいかなと、まあ、思います。はい。残念ながらね、その結論に至りました。まあ、指定選手と、ひょっとしたらメッシと、メッシじゃないです。リーグ、スペイン、星 5? あのね、ガチャがね、ガチャじゃない、スカウトがね、今週じゃない、月曜日か。来週の月曜日の頭にね、まあ、来週の月曜日にね、配布されるんでね、ログインボーナスで。必ずそれ取って、ひょっとしたらね、リーグスペインと合わせることによって取りやすいかもしれないですよね。これ、テオ見事やな。テオエルナンデスもね、メインに欲しいなと今思いますし、これちょっとでも、どうやろ、今僕左サイドバック使ってんのが、メインでは、誰だかな、ジョルディアルバか。まあ、結構テオ、使いやすいなと。まあ、それがね、このアカウント、やってみての収穫。それと、マラドーナじゃなくてやっぱりメッシを狙おうかなっていうのがね、まあ、最終的に思います。はい。で、そうですね、あともう一つサードアカウント、あれでね、もう一回レジェンドを蹴ってみて、で、ロベカロのね、まあ、ヘディングじゃない、今ヘディングで入ったからちょっとね、ヘディングという言葉が出てしまったけど、フリーキック、あれをね、ちょっとやってみたいですよね。結構曲がってるな。はい、ということでね、まあ、今日は試合、やりまして、サブアカウントで、3対2、まあ、結果は問題じゃないですね。まあ、マラドーナメインで、まあ、いいかなという感じで、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。